これで全馬ゲートの中スタートしました。2番クラート、それから3番コスモキランダ後方です。さあ先行争い、まずは間から8番のゴンバでカーブースが出ていきます。内からは5番のオーキッドロマンスがじわっと差を詰めて、さらに外には10番のジャンルが2番手、内から並んでいく5番のオーキッドロマンス、先団3頭です。一番審査4番手に上がる6番のエリカ・エスティーム、今3番手の人と並んでいきました。あとは1馬身9番の西野アウェイク、外からは11番のルッキズム、1馬身内から7番のミッキーアプローズ、その後ろ1馬身外に12番のララ・ビエルジュがつけて、各馬3コーナーを回っていきます。その後は3馬身差、後方1番のユニベールと、外4番のサクラトップセラー、あとは離れて2番のクラート、その後ろまた離れて3番コスモキランダ、 3,4 コーナーの中間に入ります。花に立ったのは8番のゴンバデカーブース、リードは体半分ぐらい、外からじわっと10番のジャンルが迫ります。1馬身差インに5番のオーキッドロマンスが3番手、その外に6番のエビカエスティーム600を通過、その後ろ西のアウェイク、さらには内には7番のミッキーアプローズ、4コーナーをカーブ直線へ。さあ前の争い、8番のゴンバデカーブース、外並ぶ10番のジャンル、内にコースを取ったオーキッドロマンス、3頭の外から6番のエリカ・エスティーム、さらに西のアウェイク、大外は12番のララ・ビエルジュが追ってきた、坂を駆け上がって先頭8番ゴンバでカーブースが粘っている、外から6番のエリカ・エスティームが差を詰める、さらに外から12番のララ・ビエルジュが突っ込んできて、内から5番のオーキッドロマンス、2番手争い接戦、先頭8番のゴンバでカーブースゴールイン、2番手は12番ララ・ビエルジュか、3番手が3頭広がりました。5番のオーキッドロマンス、中に6番のエリカ・エスティーム、さらに9番西野アウェイク。